こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ、ヤフオクで悪い評価をつけられそうです。悪いユーザーの対応方法を教えてください。というテーマについてお伝えします。それでは、早速行ってみましょう。この動画では、私のコンサル生が悪い評価を嫌がらせでつけられそうだっていう話がありましたので、その対応方法ですね。 ぜひ説明させていただきます。え、まず、ヤフオクやメルカリでコメントから質問などで嫌な質問や無理な値引きの質問や交渉ですね、してくる人が多いかと思います。その中で取引中に購入してきたね、まあ購入者の方なんですけど、 まあ、嫌なコメントとかね、してくる方いるかと思います。なので、そういった方はすぐに、ブラックリストですね。それか、ユーザーブロックをしてください。そうしないと、後々、面倒なね、悪い評価をつけてくる確率が非常に高いです。なので、ぜひね、何かコメントとか、まあ、例えば商品購入前とかでも、コメントとか、 で、何か嫌、えー、なね、ものを感じたらすぐにブロックとかね、ブロックとか、えー、ブラックリーストですね、入れていただければ悪い評価つけられないので、ぜひその点をね、考えてやっていただければ、ね、いいかと思います。ぜひ試してみてください。LINE 登録お願いします。LINE としていただきますと、30分無料コンサル、10万円稼げるマリーマニュアルをプレゼントします。 なぜ10万円稼げる詳細に記載します。ぜひ楽しみにしてください。登録者にニックネームかスタンプをお願いします。よろしくお願いします。本日は最後見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。